私トップアイドルになります。はあ、なんでマネージャートップアイドル目指してるんですけど、アイドルにさせてください。すいません、チェンジで。ねえ、これひどくない？私の夢ついえたり、もうセクシーゾーン入りたかったのに。あれ、あの人もしかして幻の6人目？あ、本当だ。でもジャニーズというよりデニーズの店員っぽいけどね。あ、本当だ、ビジュアル全然違うよ。でもちみまる子ちゃんの山田くんみたいでかっこいいね。あ、本当だ、 BTS にもいそう。キャー、ちま全アイドルグループ兼任高橋みなみになるみたいな、そういう物語じゃないのこれ。ようこそ高梨プロダクションへ。華奢のおじさんだ、トップアイドルさんねえ、私さ、トップアイドル目指すつもりだったから名前トップアイドルにしたんだけど。改めて自己紹介しますね。事務員の大神万里です。名前かっこよ、大神万里、縁起良さそう。神社のさ、狛犬代わりに飾りたいよね、この大神万里を。デスノートにもいそうだし。大神さんこんにちは。小鳥優トップアイドルになってる。これ本名にみちょぱってついてるようなもんだからね。大神さんこんにちは、いつも父がお世話に。父なんで？じゃなかった、新入社員の小鳥優トップアイドルです、よろしくお願いします。アイドルにさせてくれるんだよね、さすがに。圧がすごいでしょこの名前の。早速ですが、あなたにはアイドルグループのマネージャーになっていただきます。正気か貴様、私はアイドルになるの、トップアイドルに。白石麻衣になるんだから。いきなりアイドルグループですか？ええ、モデル、ダンサー、コーラスなどを当プロダクションでは手掛けてきましたが。あ、オールジャンルなんだね。俺全部できるよ。いいよ、全部担当するから。いよいよプロダクション初の男性アイドルグループ養成にチャレンジすることになりました。あ、今まで女性だけだったってこと？いいよ、俺2つともやるよ。じゃあ女性グループも男性グループもどっちもいけるよ。性別不明ってなってるからね、一応。ちまさんは社長が長年計画していたプロダクションの社運をかけたプロジェクトですよ。もしかしたら83歳のおばあちゃんのグループとかもありそうだよね。どうしよう、グラビアとかやってたら。成功すれば私たちのお弁当もノリ弁から幕の内になると社長がおっしゃっていました。なんか言い方古いねこれ確かに言われてたよね、なんか弁当が幕の内になればいい売れたってことだよみたいな。そんな大事な仕事どうして新人の私なんかに。見てみなさい、このキラキラネームを。トップアイドルって書いてあるでしょ。お父さん社長ったら何、お父さんが社長なの？え、コネ入社じゃん。それでは早速懐石弁当かっこ仮に会っていただきましょう。はあ、折れそう、その弁当。懐石弁当？アイドルグループの仮の名前です。我がプロダクションの期待を感じるでしょ。あ、正直ネーミングセンス的にはもう100点。ただね、ごめん、私の好みじゃない。私ならこうつける、血糖値高め軍団。これだね、売れるには。あ、どうぞこちらです。あなたの担当するアイドルたちは今ここで。はい、血糖値高めな患者さん、こちらにおいでなさいませ。レッスンしてるんですか？バスケをしています。バスケ？なんで血糖値上げるために？バスケ？正しくは3-on-3。聞いてないよ別に、ルールなんて。なんでバスケをしてるんですか？さあ、社長に何かお考えがあるんでしょう。父、勝手なことばかりしてるじゃん父。ヤマト君、どっちが勝ってる？運動会みたい。パパが頑張ってますよヤマト君。赤チームが白チームに1ゴール差かな。先生にすぐ反抗しそう。ツイッターで悪口書いてさ、ごめんなさい。あの人は？彼は二階堂ヤマト君。一番年上だから審判をやってもらってるんだ。関係ないんだけど、年何しれっと自分の価値観を押し付けてるの、よくないよそういうの。審判なら楽できると思ったのに、こいつらの試合体が一個じゃ足りないよ。じゃあ分けるか、一回分けてみよう。あー、ストップストップ、トラベリング。あ、トラベリングとかも知ってるんだね、すごいね、マイケル・ジョーダンさん。うそ、歩いてねえって。あ、ミツキ、ミッキー、ミッキーマウスの擬人化ってこと？歩きました。え、なんだろうこれ。どこに目つけてんだよ。俺はここで着地してこうやって
なんか幽霊見たみたいな発言だよね。いたってあそこにいました。いや見たって俺はみたいな。はい、イエローカード、次抗議したら退場。うわ独裁者だ。そういうタイプかやっぱり。なくそー、先輩という立場を利用していいところにつきたがるその少年だね、このメガネさんは。兄さん落ち着いて、一旦仕切り直しましょう。おい君が出てきた、闇落ちしそう。よかった、抜かれたら危ないとこだった。この方はなんか主人公っぽいよね。赤って大体主人公じゃない、戦隊ものでも大体さ目立ちたがり屋だよね赤って。わっもうやだこのキラキラネーム。汗だくで一生懸命な顔、他の子たちもみんな。でもそっか、だってこんなさ名前つける父親だよ、何するかわかんないよそりゃ。はい、七瀬さん、そちらのボールです。お西野七瀬、え知ってるよ、元乃木坂46ね。ちゃんとキャッチしてくださいよ。愛のドッジボールだよこれは。ごめん失礼だな、純愛だよ。ボールがこっちに転がってきちゃった、私が拾っていいのかな、あこれ金玉だと切ったねみたいな、ごめんなさいと思ったらすごいダッシュでこっちに来る。何金玉一つだけ。すいません。いいよ、どっちの玉が落ちたのかな。いやいやどうぞ。ありがとうございます。うん、あ何また落ちちゃったの玉。その時自分でも驚くくらいすんなりと次の言葉が出てきた。断密、絶対そうだ、断密してます、頑張ってください。はい、おー通じたね、やっぱり通わんだよ。なんつった今、言っちゃった。応援したくなる子たちでしょ彼らは。確かにね、うん、全力でお金を注ぎたいっていうそういう気持ちになった。はい行くぞ、試合再開。好印象しかないね。続く、だってまだ分かってないじゃん、1話終わらないでよ。1話って大事な自己紹介の回じゃないの。そういうイメージあるよ、2話に行くべきじゃないって。まだ2話、7つの卵、応援してます頑張ってください。はい、今口パクしてなかったな。なんで発声練習したの。待って、鏡に映ってないじゃん、怖っ。えこれもしかしてさ、そういうこと、亡くなってるってこと、ホーンデッドマンションなの。応援したくなる子たちでしょ彼らは。あそうですね。はい行くぞ、試合再開。ほら見てみんな、鏡に映らないのってこの世にないものしかないんだよ。この世に存在するものは鏡に映るんだよ絶対。リク君大丈夫、だいぶ息が切れてるみたいだ。誰この白髪さん、なんか白髪キャラってすごい人気なイメージあるな。しかもイケメンじゃん白髪キャラ。はい大丈夫です、脱色してるね。リクグッジョー、女の子の観客ゲットしてきました。髪に漂白剤つけてそう。誰、ナギ、ナギ絶対さ鬼滅流行った時にいたらいじられてるじゃん、ナギって。えそんなつもりじゃ。金髪くんだ、なんか染めてるよねこの人たち。いやなんか外国人っぽいけどブロンドの感じの色じゃないよこれ。はい、ガー何ですか。私はボーイですよ、あ違う、私はね中間ですよ。あすごい綺麗な人、ハーフなのかな。何がどういうことハーフなのかなって。だ、え誰、右の人に言ってるこれ、一番右の人に。確かにハーフっぽいよね。はい、なんかあれナイジェリアとイタリアのハーフみたいな感じがするな、このメガネの人は。ん、うん、脈ありです。あ、日本人が喋りかけてきた、何ですか。そうかな。なんかこの白髪キャラの方すごいかっこいいね、見た目だけでは一番好きかも。その時彼女は一目で私に恋をした。何ですか。勝手にモノローグをつけるのはどうかな。見すぎじゃない、ベルサイユの花を。オーライ、美しい女性に見守られてこそ武士道は発揮されるというもの。
武士道？ For Princess ダンスフロアのように華麗に決めてみせます。なんか下ネタばっかりだね。なんかさ、武士道、その剣とかさ、弾とかさ、そういうのばっかりじゃん、みんな。あ、ちょっとナギ。ナギ、仕方ない、僕がフォローするよ。リク君はイオリ君をガードして。リク君、イオリ君、なんかいいね。リク君とイオリ君って翼君とミサキ君みたいで。はい。あ、七瀬リクって言うんだね。くそーい、ピッピピッピ笛吹きやがって。あのメガネ笛のお兄さんか。ピッピッピ、笛のお兄さん。冷静に落ち着いてプレイすればこのままリードを保てます。何笛のお兄さんって俺の知らないキャラクター出てきたんだけど、笛のお兄さんって何？男がそんな格好悪いこと言ってられっか。無視しないで。ガンガン切り込む。イオリ、タマキ、ボール回すからドッカンドッカンシュート決めろよ。あー、ドッカンドッカン、ドラゴンボールね。ブス。ブス？まったく。何今悪口言った、誰かの。あ、俺の悪口言った。ではこうしましょう。四つ葉さんはロクヤさんをブロック。ジャンプ力があるので身長差は埋められます。コーナーで差をつけろ、俊足。兄さんは大坂さんのドリブルをカット。大坂さんはプレーが安定してるので突っ込んでかき乱してください。じゃあドリブルをするので動画もカットします。あの子は一番年下っぽく見えるのにテキパキしてるな。確かにね、だから闇落ちしそう。一番闇落ちしそう。ちょっと冷たそうだけど頼もしい感じ。それでは勝ちに行きますよ。聞いてましたか、四つ葉さん。あ、四つ葉っていたよね、あの五等分の花嫁だっけ。おう、負けらんねえっしょ。俺、負けんの嫌い。まあ確かにね、でも負けたい時もあるよね、たまには。俺だって嫌いだ。へえ。私の人生に敗北の二文字はありませんよ。じゃあ今まで敗北したことないんだ、すごいね。よっしゃ、行くか、イオリン。俺なんて敗北だらけだよ。イオリン、私のことです。ああ、もう名前覚えられてない時点で敗北してるじゃん。ミッキーって無口なのに変なやつ。イエス、ドリブルいい調子です。このまま華麗にシュート。一番はっちゃけてるね。させっか、タマキ、そのまま速攻。おお、いいじゃん、コンビネーション。やっぱりね、ボールのつき方とかいろいろあるけど、大事な部分はやっぱりコンビネーションよ、バスケは。向こうは守りがガラ空きです。で、トラベリングなんて無視して、ルールなんて無視して突っ込め。まずい、戻れ、ゴール狙ってくるぞ。大丈夫、紐ほどけてない誰か。了解です。あ、先輩なんだ。どまい、勝利の女神ついてます。次こそ到底に追いつきましょう。私が女神だけどね、一番の。はい、みんなそこまで。なんか邪魔してくるんだけど、女神さん。なんか喋った、ごめん。そこまでって聞いてないな。おがみさん、静かにして、今バスケ中なの。うっしゃ、ゴールいただき。あ、でもね、まだ時間はあるから、そのゴールパス回しでうまく詰めればなんとか同点まで導き出せるんじゃない。悪いな、頑張って。すごい、あのタイミングでボールを奪うなんて。おお、さすが。頑張れ、どっちもどっちも頑張れ。リク君、走れるか。絶対猫かぶってるね、この主人公。いけます。あ、いいね、これで肩車して二人で超ロングシュートね。七瀬さんにボールは回させません、私がガードします。おお、すごい、ジェダイの騎士みたい。わかった、玉木、相互に追いつけ。ヒロシ、ヒロシ行け、ヒロシ。了解っす。いや、俺こっちチームより白髪くんチームの方が応援してる。リクにパスして。こっちチーム有利そうだもん。どうも好きにさせるか。身長が高そうだもん、みんな。あ、総合くん、総合くん頑張れ。カットされた。ボールはどこに。なんでそれ、白すぎて透明になるみたいな能力ないの。イオリ、そこだ。リクより先に取れ。リクはバテてっから。色で一番透明に近い色って白でしょ。バテてない。一歩遅かったですね。あ、七瀬さん、え、ミニチームじゃないの、勝者。あと5秒。嘘、私たちの勝ちです。なんでハッシュタグのジャージ着てるの。どこで売ってたそれ。負けられるか。あいつ
ス。すげえ。バテバテのくせにボール取りやがった。ガッツのある人はコーチが使いたがるからね。ビク、シュートです。いけ、頑張れ。入れさせねえ。入るよ。入れ入れ入れ。まるで昔のジーンズのように入るのはこんなんか。やっぱりうまいこと言ったね俺。激闘決着。これ面白いね、このバスケゲーム。リク、シュートですね。入れさせねえ。タッパがあるから、やっぱりこの二人は。だからなるべく上のちょっと高めのシュート打った方がいいね。入れ。あ、え、外した。あ、ブザービートだ。やった。試合終了、12対12で同点。なんで同点なんだよ、くそ。なんで。ワンダフォー、やりました。リク、同点に追いつきました。今の感じ逆転でしょ。最後決まったな。はあ、なにそれ。みんなのおかげだよ。勝たないと納得いきません。勝てると思ったんですけど。罰ゲームはろうそくの上を歩いてもらいます。レフェリー、延長戦。そうだよ、延長料金。延長戦。カラオケみたいだねこれ。付き合い切れないっつーの。はい、ご苦労様。みんなこっちに集まって。ちょっとリク君、すいませんねえ、なんでしたっけ、その大神さん、八神さん、八神さん、今バスケットをしてるんですよ。私たち真剣に取り組んでるんですよ。それをさ、大人の方々が邪魔するってあまりにもひどいと思いませんか、仕打ちが。ね、決着つけようよ絶対。大丈夫かい。はい、大丈夫です。 AED 持ってきて。汗びっしょりだね。いい試合だったよ。なんかセクハラしてる、お尻触ってる。シャワー浴びたいです。楽しかった、盛り上がったよな。いや、まだ決着ついてないよ。さて、君たちのマネージャーを紹介するよ。高梨さんだ。どっち、あ、高梨って読むの俺。高梨トップアイドル。なんで当て字の上にカタカナなの。あ、さっきの女の子。あ、女の子なんだ。私は高梨トップアイドルです。新人で分からないことばかりですが、よろしくお願いします。女の子がすごい感動しました。瞬間でそこまで誰かの目が離さなくて。私もあなたから目を離せませんでした。美しいマドモアゼ。主人公プレゼントしてあげな、パンツの1枚ぐらい。よく聞いて、マイガー。指先に送るキスはただの挨拶ではありません。何、指先に送るキス、 ET じゃん。二人の愛のプロローグ。テレテレテレテテテテテ、 ET に見えてきた。寄せって、待ってるだろ。ああ、ミツキ、恋の邪魔はいけません。ねえ、ちょっと日本のカルチャーに慣れてないよこの方。まあんたの国のやつ、みんなそんななのか。全員チャラ男じゃん。そうですけど、何か。ああ、でも海外ってこんなものなのかな、ちょっと分かんないね。マネージャーか、こんな若い子で大丈夫なのか。何、年なんて関係ないじゃん。新人だともおっしゃってましたよね。違うよ、年齢は関係ないよ。しっかりした感じの子じゃないか。よろしくお願いします、マネージャー。はい、もう相互センターに入れる。絶対もう毎回シングルスセンターに入れます、相互は。よろしく、さっきは応援してくれてありがとう。あ、リクはセンター横ね。あ、はい。なあマネージャー、お腹すいた。あ、君はもうダメだ、君はバックステージ。え、こらこら、マネージャーはお母さんじゃないんだから。それにさっきお弁当を食べただろ。食べたの。あ、でも食べ盛りか、今王様プリンだって。のり弁小さかった。王様、ここに伏線が隠されてるの。のり弁の上は100円高くなるんだ。
日替わりで具も一品多くなるしね。むー、なんか大人の話してるね。次は唐揚げ弁当がいい。唐揚げ弁当ね、美味しいよね。でも唐揚げってあまり食べ過ぎない方がいい気がする。私はハンバーグ弁当がいいです。ハンバーグ弁当はね、あんまり好きじゃないね私。今給水しました。シングルがランキングに入ったらね。あ、まだあれなんだ、地下アイドルなんだ。それまでずっとノリ弁か。皆さん仲がいいですね。前からお知り合いだったんですか？いえ、ほとんど初対面です。まあそういう時もあるよ。入学式から仲いいっていうことあるからね。そうなんだよ、すごく息が合ったから。はあ、あ、私の息は臭い。はあ、はあ、そうだ、社長があなたを呼んでいましたよ。社長室に行ってきてもらえますか？え、やだよ、そんなさ、独身どこや。社長が、わかりました。それでは一旦失礼しました、ね、だってトップアイドルっていう名前つけるんだよ。はい、行ってらっしゃい。ドミトン行かれてるよね。やだ、しかもこの入社でしょ。失礼します、バカ。初出社ご苦労様。え、この人が、あれなの、親なの。確かにキラキラネームつけそう。はあ、意味わかんないんだけど。何これ、ファービー。こら、きなこ、おとなしくしていなさい。え、行かれちゃったの？大丈夫、薬やってない？早速だけど、お父さんが見つけた7人どう思った？お父さんさすがに心配になるよ。お父さんそんなことしてたら。もうお父さんじゃなくて社長でしょ。素敵な人たちでした。きっとたくさんの人に愛されるアイドルになると思います。そうか、よかった。お父さん目が開いてないよ、大丈夫？じゃあ早速オーディションをして4人落としてくれる？うん、はい、早速。え、4人落とす？うん。お父さん顔顔みたいな格好してるね。当たり前当たり前当たり前体操、7人と思ってたら8人てんて。じゃあ今回はこんなところで終わりたいと思います。なんか落とせって言われたね。落選させるんだね。でも私の分も入れてほしいから4人じゃなくて5人落とすべきだよ。そう思うね、私は。終わります。